リーさんの未解決会議。どうもこんにちは。第44回目のリーさんの未解決会議。このラジオは日々の疑問や問題を私たちが適当に会議していこうという適当なラジオです。忙しい人は本当に何のためにもならないので聞かないようにチャンネルを変えてください。それでは今日のパーソナリティはひでくん、KJさん、リーさん、それでは行ってみましょう。今回はもうすぐクリスマスということでクリスマストークをしたいと思います。皆さんよろしいですか？はい、はい、あ、いいですね。こんばんは、お願いします。新鮮なんて気が楽すいません、ちょっとうまいうまい大丈夫です、ね、全然いいお礼で、お付き合いよろしくお願いしますところで早速ですけれども、クリスマス皆さん、あのサンタさんって何歳ぐらいまで信じてました？あ、いい質問。僕はね、あの結構信じてた。小3とか4ぐらいまで、結構行ってましたね。はい、全然気づかなかったです。気づいてるのかもしれない、もしかしたら。でも気づきたくない、うん、そういった男のなんか、うん、なんちゅう、夢を見ていたい、うん、そういう差がというか、うん、それに従、夢に従って、うん、やっぱあれだね、常にこう変に親が隠してるプレゼントを探したりしないとか、そういう感じで何かっこよく言ってるわけです。いい話ですね。夢がありますね。夢がありますよ。KJさんとかもうやっぱ3年生ぐらいですかね。2、3年生。ああ、やっぱそう、ね、ワンの場合は、あの一個下の弟が、あのどうしてもサンタさんが見たくて、あの起きてたらしいのよ。それで、あの父ちゃんが階段から降りてきたっつってで次の日にバレた。そう次の日に、だからあのほらやっぱ報告せんといかんから、兄ちゃんには、あのあれ父ちゃんだったぞっつってから、それであのあれしましたね。3年生の時に、多分あれが2年生とか、だからそんぐらいだったと思う。まさかの弟さんからバレるっていう。ひでくんさんは？俺はまあサンタ文化がなかったもんで、もうサンタを信じる信じないとかじゃなくて、サンタ文化がなかったっすね。じゃあもう、あのご両親からプレゼントがもらえる。なんか ちっちゃいこういうなんか、あの、あ、靴下みたいな、その なんていうのあれ、昔あったじゃないですか、そのお菓子セットみたいな。そう、うん、それがもらえたら、うん、あのなんかクリスマスみたいな感じ。いいですね。あの靴の中にあのお菓子詰め合わせが入ってるやつでしょ。うん、夢が詰まってるやつでしょ。わかるわかる。でもね、ひでくんなんか、うん、家の裏に住んでたというか、近かったし、ね、真裏に住んでて思ったんだけど、こういうサンタ文化はないとか言ってるけど、毎日やっぱねもらってたよ、この子。日常的にこの子ね可愛がられてた毎日がクリスマス、いつも思ってたもん。あの、あのトランスフォーマーって、あの、なんだっけあれ、マシーンというかね、分かる、あのもうちっちゃい頃欲しかったロボット、もうどうしても欲しくてサンタの時に、あの頼もうとしてたけども、それ持ってひでくん裏から現れるからね、そうやっぱなんかこうすげえ羨ましかったわ、あれ。もう1980年代以降の話をしますけど多分まあさっき言ったその何でしたっけ、トランスフォーマーとか、その、あのラジコンの、ラジコンじゃねえや、ミニ四駆とかね、そういう時代が入ってましたもんね。だからなんだっちゅう、なんかあんのかいちょっと何回っていう同じことにもう一回言ったんだけど、ちなみに今大人になってから、今サンタさんになんかプレゼントもらえるってなったら何が欲しいですか？今、今はなんだろうな、家一つだけ。ひでくんさん一つだけ。一つだけ。どうぞ。
ないのかい。あ、いやいや、いや、ある感じで来るから。リーさん家ですか。家、家、まあ家か。今一番欲しいのは自転車ですね。チャリ。ああ。じゃあ、うん、あの、うん、サンタさんが、うん、もうこれをやるっちゅうの。あ、絶対、うん、絶対やるやつ。チャリ欲しい。え、チャリ買える、買えるでしょ普通に。ああ、そういうことか。うん、もっと、うん、ああ。今欲しい。KJ さんなんかありますか。もう、ワンナが、うん、もう大人だから、うん、あんまり形的なのはもういらない。あ、正直ね。あ、だからもう、うん、何かはもう、もう本当物じゃないやつ。なんか、ねえ。うん恥ずかしい、恥ずかしくなりやつ。恥ずかしいことが頭に浮かんだから。あ、でも、でもあれね、あの、その、これ聞いてる人にもあれね、うん、一回その、聞きたいね。うん。あの、うん、その自分が今一番欲しいやつ。大人になったらどんどんこう想像力は衰えてくるんだろうね。欲しいもの。あ、逆になんか、そう、あれじゃない、こう、なんか、昔欲しがってたものじゃなくて、KJさんが言ってみたみたいな、あ、KJさん何でしたっけ言ってないか欲しいやつ、はい、欲しいやつ、欲しいやつ、ちっちゃい頃、もうサンタさんが、サンタさんがもうこれ、何でもいいやつ、うん、くれるつやつ、もう本当に欲しいやつ、本当に欲しいやつで言ったら、車が欲しい。え、車あるかね。車ある。ちょっと、ちょっと照れながら、照れながら。いや、でもね、いや、もう本当はもうそんなのいらんちょ、もう。高い車？いやいや、もうそんな、本当はいらん。軽トラ。もう、いや、もう車もいらん。もうなんか、なんていうのかな、優しさ。いや、そう、夢とか、うん、なんかやっぱ優しさ、あれ、うん、みんなに優しくされたい、青春的な、うん、そう、あ、分かる分かる、うん、ときめきだね、だからね、要はね、ときめきが、ときめきをサンタさんにもらいたい、ね、おしゃれ大きい声で言った、ね、これだっち。じゃあ刑事さんのときめきが決まったところで、一つお便りが入っておりまして、皆さんに質問です、はい、小学校2年生の男の子から、はい、僕の家には煙突がないんですが、サンタさんは来るでしょうか。皆さんの家にはどうやってサンタさんが入っているか教えてくださいとのことなんですけれども、皆さん信じてた時ってどこから来てるなって思ってました。煙突ないけどあるのか、愛知思ってた。ああ、なんか見えない煙突的なもの、はいはいはい、その日にできるやつね。そう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 、なるほど、なんかあるのか。いや、上に登って外側の登ったことないから分からんけど、ある見え、ちっちゃいけどあるんかい。あるのかも、子供は知らない煙突が、あ、なるほど、あるかもしれないですね。真ん中家はね、実は吹き抜けわけよ、吹き抜けになってるわけよ、で、だけど上はもう風っていうか、入れなくなってるけど、正直ちっちゃい時は、そういえばそっから入ってきてると思ってたわ。あ、でしょ、うん、やっぱりなんか筒的なものからはやっぱりどんなにかしてね、だからもう本当玄関なんか絶対思わなかったもん、絶対やっぱそっから入ってくるっつって、年1回だから頑張るんだろうって思ってたよね。なんか奇跡のパワー持ってるような、なんかちっちゃくなるイメージもあったしね、ちょっとちっちゃくなったら大きくなったらもできるっちゅう勝手な、妖精的なあれもあったからね、今でも思ってるし、今でもおしゃれ。でももう一つお手紙が届いております、はい、小学校2年生の大丈夫、ヒル君に聞かんでいいの。もしありましたら、サンタ文化ないけど、サンタクロスじゃないけど、あれが一番好きだった。なんかこう昔金曜ロードショーとか、週末にロードショーが、映画や9時から ね, 9時からねやってたんですよ、ね、それを見ながら寝て、その何ていうか親がこう、なんていうかそのなんていうの、椅子の間に眠ってるけど、親が寝床に運んでる時間が好きって、分かる
わかるか。浮かびました。子供の、うん、まあサンタクロスではないけど。うん。運ばれてる時なんか気づくよね。うん、あ、でも気づくだけど、ネタフリして味わうみたいな。そうそうそう、味わう。その時期っていうのは冬の時期が一番なんか多いかなみたいな。子供が。そんな感覚もヒデ君はあるんだね。あります。意外そうですね。サイボーグだけど。うん、もうずっとゲームしてるからね。はい、今ゲームしたまま寝落ちして運ばれたい。そうそう、寝落ちで、ね、運ばれるのがもう最高だったっていう。いい話ですね。もらうまでが、もらう前までが、うん、あの、そうそうそう、あれプレゼントだったんだ。そう、素敵。そこが一番幸せな、うん、なんか。でもなんかそういえばそうだったね、ちっちゃい頃ね。ちっちゃい時ね。ホームアローンして、そう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 、あのホームアローンしながらで寝落ちして、うん、寝落ちしてからの、うん、あのね、うん、そう、サンタさんドーンってね。うん、そう。で、チェンからの。チェンからのチェンのパンチからの、ね、ホームランをしてね。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、あ、あれは幸せだね。だからまあ映画っていうのはいいですね。一個聞きたいんだけど、井出くん、そのサンタ文化がなかったわけでしょ。ない、家に。ないですね。でもなんか同じ同級生が、うん、サンタ行ってる時、うん、どういう目でした。いや、どういう見てた、どういう見てた。同級生がサンタ行ってるのも知らんし、行ってたわけっちゅう。あ、うん、サンタ、え、何みたいな。あ、そうなの。サンタさんはないでしょ。うん、4,5 年生になってきたらやっぱりその、うん、あんまり言わんよ。言わんね。あんまり言わんかね。うん、まあまあ、そのね、そんな話もあれだしね。うんうんうん、なんか行ったらいかんみたいな感じで。もらったもんは、もらったもんほら、もうクリスマス正月だから、もうだからその後遊べるからね。だからそう一回開くからね。だっただった。同級生がサンタ行ってるっちって。それもないでしょ。ないないない。そうかそうか。あれ大体先輩とかそういう人の中の教えてもらうんだけど、普通はね。あ、そうね、いないどみたいな。そうか、分かりました。はい、すいません。じゃあ先ほどの普通に喋った。普通に喋った。いいお話でしたね。普通に喋った。センチメンタルヒデ君。センチメンタル。で、小学校2年生の女の子なんですけれども、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。私は去年のクリスマスにどうしてもサンタさんが見たくて寝たふりをして薄目を開けてました、うんうん、そしたら本当に入ってきて目が合ってしまいました、うんうん、びっくりしすぎて何も言えなかったんですが、うん、もし皆さんがサンタクロースだったら何と声をかけてほしかったですか、うん、というご相談です。どうですか。え、それはその女の子の立場としてですか。サンタさんだったらなんて声をかけて欲しかったのかなって、来年からもし会ってしまったらなんて言ってあげたら嬉しいのかなっていうお悩みですね。ちょっとおしゃれなの言っていい。はい、うん、もしその少女が、うん、あの目を開けて、うん、ウインクしてくれたら、うん、サンタ超嬉しい。いいですねそれ。なんかかっこよくない。なんか 2,3 個プレゼント絶対置いていきたくなりますね。CM とかない、そう、うん、ああ見ちゃったけど、うん、ウインクでそれを15秒込めで、うん、あ、そのやるっちゅうこと、うん、サンタ見っかったけど内緒にしとくわねっていう少女のウインクの、うん、いいね、あの今もうすごい来た、いい、降りてきた、愛のハピネスが流れてる。取ろう、もうそれ取ろう、それ。シーンもいけるな今の。あ、いい、今すごい来た、降りてきた、なるほど、なるほど。うん、他皆さんサンタさんだったら、ひでくんサンタさんはごめんね、最後に言えばよかったね。いいのが来ちゃいました。状況だったら、言ってもらいたいことよね。言ってもらいたいことっていうか、まあ、うん、あっちが してほしいこと、少女側が何してくれる。
ないだろこれ以上ないだろ。あまあかっこいいわそれは。今のかっこいいね。かっこいいかっこいい。少女も大人になっていく、内緒にしとくよ。相手喋らないっていうね。そうそう答え出たね。出ちゃいましたね。出てね今100点だった、ね。ナンバーワンが出ちゃいました、ね。しまったごめんね。もうちょっと食べればよかった。これ勝てるわと思って。もう答えが出たもん。何でしたっけ答え。もう一回やる。サンタが降りてきたんでしょ。降りてきて、ね、ちょっと寝てる。はい、寝てるふりして。寝てるふりして。うん、でも目が合っちゃって。目が合っちゃって。サンタはやべバレたって思ったわけよね、うん、だその時に少女は目を開けて、はい、ウインクするわけ、うん、でサンタと目があって、うん、あの 見ちゃったけど、うん、あの内緒にしとくよっていう少女の気持ちとかがねこう浮かび上がってくようなそういった情景ですよ、うん、100点でそれの終わり際になんだっけ愛のハピネス、ね、あれよそのセリフよセリフセリフその子に言うセリフよ。いやあんた中のそのラブラブとかじゃなくて。そのセリフを聞きたい。セリフね。まあ、ねえですね。ね。ねもうセリフもないウインクとこれよ。秘密ねっていう。シークレットシークレット。あもうそれだったね我々違いましたね。うん、でも今あんたあのすごい怖い顔してたよ。あの。すごいやワンだったら、うん、ワンだったら、うん、あすいません僕だったら、うん、その未来を変えるのはお前だって女の人に言われたいセリフいやそれはもうそれはいいねターミネーター的なバックミュージックがそれぐらいやると、うん、そうね、うんまあ、嬉しいかもね、うんうんうん、でもそのターミネーター的な感じになるんですけどその KJ さんはもっと違うんですよねクリエイティブ、うん、サンタさんが言ったこと間違うことサンタさんが言う言葉もうそれどっちでもいいどっちもいいの、うん、今のはサンタは言った、うん、要は結末に、うん、結末のそのハッピーであればいいねセリフがもう全部ほら、うん、あどっちでもいいの、うんうんまあ、でも女の子に言ってほしい言葉でしょ、うん、あ言われたいっていうかもし自分がサンタだったら、うんうんうんでもやっぱりあれじゃない、うん、違う どっちになればいいけあんたね どっちになればいいけちょっかこれ何わけえだからこれ何だったっけお悩みはサンタさんだったらどんな言葉をかけられたいか女の子にかけられたいかっていうことだからね。うん、未来を、うん、未来を。もうごめん。ちょっと酔っ払ってる、ま。間違えたでしょ。ごめん。間違えたもういいや。もう、うん、多分このラジオ聞いてないけど誰もそのまあ多分若い子なんかも聞いてるんだろうけど、うん、その若い子の告白されたら、うん、あの嬉しい言葉でもいいか。おっさんなんか考える。もういいや一言でそれでいいかあの言われた女の子に言われたことはいやいや若い時思い出して、うん、その言ってみたい言われたい言葉とか、あの新宿さんだからお前大丈夫だカズですもういいやあのまたはい行こう次はいじゃあクリスマス、うん、そうですね今年どうやって過ごされますかあどうですか今年はだってほらもう、うん、あのねあそか最近ホットなねあれだから、うん、雪もときやっぱ年、うんまあ、我々40歳もなりましたけどやっぱそのクリスマス熱々のね熱々のねクリスマスも、うん、あの正月でもやっぱ、うんまあ、身内が大事っていうのは本当ひひひひひと感じてきます、うん、はいなんか今年はね、ね特別な、うん、みでくんなんかいいことあったみたいな、うん、やっぱなんかね、うん、あのやっぱ、うん、
なんか身内というかその、ね、うん、周りの人が大事というのは、うん、年を取るほど、うん、なんか若い時はそういうのを感じてなかったんですけどね、うんうん、大事と思います、うん、これは年なのかな、自分なんかも進捗スタイル。あの今カンエゲがあのヒップホップのねラッパーのカンエゲ神の話しないで。なめられます。ちょっと幸せすぎてあの、ね、もう本当、ね、あんた見てられんよそんな、あのあんた、うん、やばいよ。うん、だからまあこの寒い冬は、うんうん、なんかこう、うん、素敵なあのかね、うん、家族と一緒にね、はい、なんかやっぱ温かく過ごすのが一番じゃないかなと思います。いいですね。家族一同へ。うん。いや、なんかあったんですか？ないです。ひえくんなんかありませんか？でもだ、うん、やっぱ20代の時と、うんうん、そのやっぱ40代になったじゃないですか。やっぱ正月の、うんうん、過ごし方違いますね。もう正月になったね。ああ、ごめんごめん。ああ、年末とか年始年末の過ごし方やっぱ違いますよね。うん、年取ったらね。うん、今年40代だからね。うん、40代。はい。40。寒いね、うん。寒いんですか？寒い。そうそう40代は40リーザなんかは どんなやつの、うん、もうしっぽりしっぽりっていうかあのゆっくりしっぽりしちゃうね。あ、今年はちょうど仕事とかぶって10時ぐらいまで仕事だから、あ、それまでやって、うん、あのレモンサワー買って帰る。あもうでももうこんぐらいになってきたら慣れたもんや。慣れたもん慣れたもん。あのもうそれは40回もやってるから、うん、あもうね、うんうん、まあ、なかなかそなかなかよね。うん、まあ、なんならあげる側ぐらいになれたからね。うんうんうん、ケーキぐらいはね、チキンぐらいは食べたいですよね。そう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 。うん、いやいいですね。でもクリスマスはワクワクしますね。うん、ワクワクしてくるね。うん、何のね、ツリー飾ってますか？ホテルの方には ね飾りましたけどね、うんうん、やってますか？ん、ホテル全然聞いてないじゃん。あ、釣り、いや飾ってないですね。あ、ツリーでしょ。ツリーです。クリスマスツリーでしょ。、うん、もうあの話題でヒデ君が吹っ飛んでるね。吹っ飛んじゃった。発表しないの。うん、しないの。まあ、今年もねいろいろありましたからね。うん、来年またリーさんの、うん、ね、うん、締めようとしてる。いやダメよあんた、まだ公開職。あと数分ありますので、うん、じゃあリーさんの、 あの欲しい自転車の話、うん、お願いします。自転車の話するクリスマスなのに、うん、あ、でも今年振り返ろうか、うん、まず、はい、うん、今年はまあちょっといろんなあのイルス系でね、うん、大変な思いをした人たちがいっぱいいますけども、はい、まあでも来年明るい年になるかもしれませんしね、うん、元気出していくしかないですよね、うん、はい、うん、そう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 、まあ、今年ひでくんにもいいことがあったし、うん、それは来年への ね、うん、予兆というか、はい、うん、なっていくんじゃないでしょうか。うん、もうリーさんの未解決会議も第44回を迎えまして、うん、はい、もう4年目に突入しております。はい、早い。なんかいつかの回で、ね、はい、独身対既婚者やってましたけど、されてましたけど、ね、もうついに皆さん同じ側になりましたね。あ、全員、うん、すごい、とうとうやばいなっちゃいましたね、うん、いや、うん、いいですね、いいですね。じゃあもう来年も、うん、体に気をつけて膝に気をつけて、膝はね絶対ね、膝とかね腰に気をつけて、ね、うん、コロナでサッカーもなくなっちゃいましたからね、全てなくなったからね。来年倍楽しみましょう。はいはい、はい、それでは皆さんごきげんよう。皆様良いクリスマスを。メリークリスマス。メリークリスマス。
今年もリーさんの未解決会議お聞きいただきましてありがとうございました。来年はもっといい年に皆さんがなりますように頑張りましょう。それでは秀岡が最後に今年最後に、流す曲聞いていただきたいと思います。グリーンデーでバスケットケース。